マリクシャーあるいはマリクシャー一世は、セルジューク朝の第三代スルタン。第二代スルタンのアルプアルスラーンの子。マリクはアラビア語で、シャーはペルシア語で、それぞれ、王を意味する。アッパース朝カリフから授けられた孫号は、サルトンジャラルアルドーラム、イーズアルジーニアブーアルファスマリックシャヤミーニアミール、アルムアイムイニーン。1072年に、父アルプアルスラーンが、 マーワラアンナフル遠征中に急死したことにより、長男のマリクシャーは17歳という弱年で、大セルジューク長のスルタンに即位した。しかしこれは、彼のアタベクデメイサイショーと称されたニザームルムルクの、格策するところが大きく、おじで、父アルプアルスラーンの長兄であったケルマーン、セルジューク長の子祖カーブルトベクが、スルタン意を求めて、反乱を起こした。 翌1073年にカーブルドは捕獲され処刑されたが、カーブルドの息子たちは、依然としてケルマーンで強制を保っていたため討伐は実現し、ガタク、マリク号を剥奪する代わりにアミールイを与えてカーブルド家によるケルマーンの支配を事実上黙認した。また、さらに1074年にはイラン東部ホランサーン地方の首都ニーシャープールを領有していた弟の敵主が、 反乱を起こすなど、知性の諸島は、親族間との紛争に悩まされた。これに伴って、王都をエスファハーンに定めた。この位置は、東南部の強力なカーブレド王家と西南部のアッパース町に対し睨みを聞かせることが狙いであるが、北方の霊、マーザンダラーンなど、カスピ海南岸地域、東方のホラーサーン、マーワラーアンナフル、西方のルーム、 シリア方面への接続にも利便性が高かったため、地政中に展開した領土拡張にも多い日のりを得る形となった。1070年代半ばに、父アルプ・アルスラーンによるマラズギルとの戦い以降、アナトリアに入植したダーニシ・マンドラをはじめとするセルジューク長系アミールたちが、領土紛争を始めていたことに憂慮し、トゥグリル・ベクラのオジアルスラーン・イスラーイルの家系に、 ゾクスクタルムシュの、長男スライマーンをアナトリアに派遣し、これの朝廷に当たらせた。これが、後のルームセルジューク朝の基礎となった。また、シリア方面には、シリアセルジューク朝の子祖で、弟のトゥトゥシュを、ホラサーン方面には、息子の一人アフマド・サンチャルをそれぞれに領有させている。マリクシャーンコ頃のセルジューク朝支配地域、マリクシャーは、ニザームルムルクの補佐もあって、 無難に統治を行った。ニザームの補佐のもと、中央集権下による官僚制を確立し、対外的には勢力拡大に奔走し、東はアフガニスタンから、西は東ローマ帝国に及ぶ一大支配権を築き上げた。また、1074年にバグダードに天文台を建設し、さらにウまるハイアームに新歴を編纂させるなど、文化的にも大いに優れていた。 宗教政策ではスンナ派を徴用してイスマーイール派を弾圧したが失敗。彼の時代に王朝は全盛期を迎えたが、この宗教政策の失敗が王朝衰退の一因ともなった。ヒジュラ歴485年ラマダーン月10日土曜日、明細賞であったニザームルムルクがマリクのヒテルケンハトゥンに暗殺された。マリクシャーはその死を知って悲しんだが、同年に無料をして、 出陣を強行し、バグダードに滞在中の翌社をある月に、陣中で病に倒れて、ニサームの後を追うように37歳で休止した。ニザームルムルク殺害から1ヶ月も経たぬうちに、マリクシャーも病没したと伝えられている。治世は20年であった。マリクシャーは、ニサームを徴用し、セルジューク朝の前世紀を築き上げた名君として高く評価されている。ありがとうございます。